今回の動画はヤマハステージパス200ですね。ステージパスといえばポータブル、知識を必要としない PA システムみたいなイメージがありますけれども、ステージパス200は最近出たモデル、大きさが30センチ四方ぐらいの正方形です。まあ小型なんですけれども、お値段の方が結構しますね。ドン、こちらがこれだけちっちゃくてステージパスでってなると値段間違えてないかなっていうふうに思ったんですけれども、ベースで使ったらむちゃくちゃいいですね。もちろんベースで使えるってことはスピーカーとしての性能もむちゃくちゃいいわけなんですけれども、その辺をね今回試していきたいなと思います。今回使うベースはこちらのアトリエ Z ですね。あえてヤマハではございません。ポイントはスラップした時に変えられるかどうか、スピーカーがちゃんとクリアに再生しきれてるかどうかですね。しっかり振動させて音を止めるっていうことができてるかどうかですね。スピーカーだけを鳴らして発光は止めるみたいな感じ。まあいいスピーカーの条件なのかなと思うんですけれどもね。まあまずは音を出していきたいなと思います。こちらのチャンネル2を使います。で、1、2、3、あと4、5で LINE とか、あと Bluetooth ですね。スマホの音だったりとか鳴らせるようになってますね。マスターの音量は真ん中ぐらい。ハイ G をオンにしてます。レベルを稼ぐために、ゲインのつまみとかがないんですよね。ラインにして、ハイ G って感じにしてますね。プリセット EQ が入ってますけれども、これも今フラット。で、マスター側、メインのところにも同じようなプリセット EQ というか、モードっていうのでついてますが、今ミュージックにしてあります。フラット状態なのかな。これで、ちょっと弾いてみたいと思いますね。みたいな感じですね。ポテンシャル高いのをお分かりいただけるんじゃないかなと思います。ただこれで終わるんだったら、8インチのパワーアンプ入ってて、10万円オーバーみたいなやつだったら、他のメーカーでもそういう PA スピーカーがあると思うんですけれども、このステージパスあえてというのは、いろんな機能がついてます。ベースアンプに匹敵するような。またベースアンプにないような。それが、このプリセット EQ ですね。マイクのマークがついてますけれども、これハウリング防止のためのローカット。こっちのギターのマークがついてるのを入れると図がついてますけど、ドンシャリの気持ち良いとなっていくという感じですね。ベースであんまりローカットをこの状況だとね、使わないので、今回試しませんが、ドンシャリにする EQ ですね。これをちょっと試したいなと。まあ、こういうのはね、一回回し切るのが大事ということで、振り切ってみますね。これがフラットね。映像だとお伝えしきれないんですけれども、側面が全く鳴る感じがありません。完全に音を抑え切ってる感じですね。こう振動しないっていうか、こう手で触っても、ここのスピーカーが震えてるのがわかるぐらいの感じ。この辺の音が、外から回って、表面を鳴らしてるみたいな感触があるんですけど、内側から、この箱を鳴らしてしまってるって感じるのはないですね。本当に小型のアンプでこれだけ低音を出してるんだけど完全に止めてるっていうのが驚異的です。値段してるだけはあるなっていう感じしますね。これで終わらないと。まあもともとこのベースが XT3T っていうプリアンプが入ってて、ドンシャリなサウンドなので、まあだいたい2時か1時かなぐらいのところで止めております。はい。みたいな音ですね。このね、黄色いやつ。極めつけの機能です。クラブって方に寄せていくと、本当にね、ベースアンプさながらっていうか、ベースアンプそのものな音になっていきますね。これやりすぎると本当にね、クラブな音になって、すごい低音出ますね。一回振り切ってみましょうか。もうね、家が揺れます。ブーって言っちゃってるのは、この和室なので生じです。我が家は上にスタジオがあるんですけれども、ここ普通の和室なので、床の間使いたくてやってるだけっていうか。はい。これぐらい低音が鳴ると。でも、この低音鳴らしても、すごい。そんなにね、震えてる感じがないですね。これはもう本当にね、高いモニタースピーカーの特徴なんですけれども、箱がよくできてるっていうのが、スピーカーの特徴なんですけれども、箱がよくできてるっていうのが、
ピーカーユニットに、性能を向けがちなんですけど、大事なのはこの箱だったりします。スタジオもね、機材じゃなくて、部屋のチューニングが大事だったりするんですけども、それと同じでね、本当にね、箱が良くて生きてる。箱って、スペックに書けないじゃないですか。売り文句になりにくいっていうか、これだけパワーがありますとか書けないので、高級な機種でしかこういう箱は作れないと思うんですけれども、そこはさすがですね。ちゃんと作ってある感じがしますね。で、これだとちょっと出しすぎちゃってるので、まあ3時ぐらいが限界だと思うんですけど、まあ会場によるんでしょうけどね。2時ぐらいにすると、本当にね、チューブアンプっていう感じだとちょっとリップサービスしすぎなのかな。でもね、いいベースアンプの、本当に高級なベースアンプの音します。大好きな EBS とか、そういう感じですね。自分が好きなのね。それ系の音がしますね。いわゆるベースアンプの EQ とかなしでこの音作れるってことです。この緑のプリセット EQ とモードの黄色いやつだけで。こう早いやつやってもレスポンスがね完全に抑え切ってるから超クリアだし、もうちょっと入れてみましょうか。本当にね、この横から聞こえないっていうのが本当素晴らしい。こっちでちょっと弾いてみたいな。わ、めっちゃいいな、やっぱ。ブルーノートとかに、ね、マーカスミラーとか弾きに行った時の音しますね。そう。だから、やっぱり、モニタースピーカーではあるんですよ。こう、すごくいいライブハウスの、すごく前の方で見てる感じの音します。メインスピーカーのすごく近く、めちゃくちゃいい感じのね、音ですね。すごく好きです、自分は。この大きさってのがすごいですね。いや、これ結構ショッキングですよ。今、ピックアップリアだけですね。めっちゃ気持ちいい。この、こういうなんかニュアンスつけるときですね。言葉では伝えにくいんですけど。すごいニュアンスをめちゃくちゃ忠実に再現してくれる。ずっと遊んでられますね、これは。はい。で、私自身はですね、こういうスピーカー実は使ってまして、Bose の、S1 Pro っていうスピーカーをこれまで使っていました。で、もう2年ぐらい愛用してて、ライブハウスでもこれ持っていて、もう超お気に入りで、まあ、LINE の音が好きなので、持ち運びもすごい簡単だし、片手で持てるぐらい、7キロぐらいなんですね、これはね。床に置くとこう、モニターみたいにね、転がしモニターみたいにしてできるので、エフェクターボードの前にこれを置いて、で、ライブハウスのベースアンプは使わずに全部これからモニターするみたいなことを、よくやっていました。今、これを同時に比較するとちょっとフェアじゃないんですよ。っていうのはこれ2年ぐらい使ってるのでちょっとへたってるところもあるんじゃないかなと思って。なので、あえてレビューのね、比較の仕方みたいなのはしません。今までずっと使ってきた感じだと、まあ、これからこっちかな、こっち使うかなっていう感じではあります。はい、それぐらい結構感動したやつですね。これもう本当にどこにでも持っていったぐらいなので。補足です。裏返しますと、下にこういったものがついてて、で、剥がすと、スピーカーの角度を変えることができます。これがなんとね、2パターンあります。本体の裏側に、こういう図があって30度と60度で変えられるようになっています。ちょっと試してみましょう。はい、装着してみた感じですね。こうやってはめ込む。ちなみにここに電池があります。これ取り外し可能ですね。これが30度ですね。で、椅子がこっちにあるので。椅子に座ると、ちょうどいい角度になっています。これが30度。で、ちょっと60度試してみますね。
こちらが60度設定です。今座っていますけれども、ちょっと上向き。まあ、全然大丈夫ですけどね。ただこう立った時にむちゃくちゃいい感じになってます。明らかにこれ立った時のモニター用としてすごく機能できるように作られているのがわかります。真上に、結構そばに立ってますけれども、個人用のモニターが作れるということですね。プロの方でも、アコギの奏者とかでも使われている方がいらっしゃるようですよ。私も積極的にね、使っていきたいと思います。せっかくなので S1 プロと比べてみますと、まず縦置きができる。これがこう、回転できるのがいいですね。ガチャガチャと。かなり浅い角度なのがわかると思います。座ってみてても、まあこれぐらいの角度の差ですね。立ってしまうと、やっぱりステージパスの角度60度ですけれども、立つので使うとちょっと辛い。寝かすと角度もこんな感じです。スピーカーの指向性が合うのはやはりステージパスの方かなという感じしますね。寝かして S1 Pro 使った時には、ステージパスの30度で使った時と同じぐらいになりますね。私も座奏するときは S1 Pro は横に寝かして、こういう角度で使う時が、多かったです。立って弾く場合はステージパスかなり、この60度って角度で、深い角度で置けるのはめちゃくちゃいいですね。メーカーのスペックで比較ちょっとだけしてみますと、こちらが帯域ですね。再生可能な帯域、カタログで 60Hz から 20kHz。で、こちらが 70Hz から 16kHz ということで、やはりワイドレンジになってます。まあ大きさ自体も違うので、これと同じ低音出せっていう方が無理なんですけど、やはり可搬性持って運ぶっていう面では、こちらの方が軽い。なんとなくパッと持っていくかなっていう気分にさせてくれるのはこちらだと思いますね。うん、手で持って辛くないみたいな。こちらは12キロぐらいあります。まあ全然無理じゃない重さだと思うんですけど、5キロ差あるわけですよ。どっち選ぶかってことですね。音質選ぶか、その低音のタイトさだったりとか、あと音量もこちらの方が確実に大きく出せますので、こういうね、コントラバスだとすると、これでちょうどいいのかもしれないっていうところもあるんですけれども、エレキベースもこれで、モニターしたい場合は、やっぱね、低音のリッチさと、あとさっきから言ってますけど、箱なりですね。完全に受け止めてくれる箱、頑丈な箱っていう意味では、まあ5キロぐらいの差でこれがあるんだったら、私こっち選んじゃうかな。こっち選ぶことが多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。S1 Pro でライブハウスで鳴らすとやっぱりね、箱がビリビリ打っちゃう時があります。ベース鳴らすと。エレキを鳴らしてしまうとですね。で、あとステージパスの、美味しいところはですね、ファントム電源が流せます。コンデンサーマイクが駆動できる。それから DI ですね。DI を使えるっていうのがあります。ファントムが欲しかったシーンは、S1 Pro はファントム流せないんで、ウッドベースのピックアップでコンデンサーマイクですね、が仕込まれてるやつがあって、それをなんか S1 Pro で鳴らそうとすると、ファントム電源別に持っていかなきゃいけない、買わなきゃいけないとかもあったりして、その辺がちょっと厄介でしたね。エフェクターボードちっちゃくしたかった時期でもあった、ね。お店でこれを、まあ置いてあるところあると思うんですけれども、ベースで鳴らさせてくださいって言った時に、まあやらせてくれると思うんですけどね。まあもし嫌がられたりした場合に、お試しいただきたいのは、スマホでね、Bluetooth で繋げられますので、音楽流してみていただきたいです。繰り返しになりますが、すごく高級なライブハウスだったりとかのような音がここからちゃんと出ます。これはね、結構感動しました。自分がリファレンスにしている音源とかを流したりしたんですけれども、しばらく聞いちゃいました。気持ちよくて。このステージパス200のいいところは、カタログスペックに欠けないような基本性能ですね。スピーカーがちゃんと止まってる。スピーカーが鳴り切ってるとか、そういうのをしっかり押さえてあって、言葉で説明するとプリセット EQ して、としか言えないようなものも、さっきのね、ベースアンプみたいな気持ちいい音みたいなのも本当に簡単に作れるし、おまけ EQ じゃないんですよ。そこがポイントなのかなっていうふうに思います。まだこれちょっと導入したばっかりなので、もう気持ちよすぎて、ほとんどベースアンプとしてしか使ってないんですけれども、これから機会があれば、沖縄に持っていこうと思って、このバッテリー外してあるんですけどね。なんかもうずっと語っちゃいますけど、ライブハウスでバッテリー駆動できると、好きなとこに置けるんですよね。本当にパッパって。あ、ここがいいかな、ここがいいかなってね。なんか電源とかあると縛られちゃったりするじゃないですか。
だけどね、本当に好きな場所に置けるストレスがないとか、あと電源ノイズのね、ストレスからも解放されるので、嬉しいですね。そんな感じで、こちらのステージパス200見てまいりました。ステージパスブランドでありながら超本格的な音が出ます。正直別の名前にしてもよかったんじゃないかなっていうぐらい。過去の全メーカー通じて、こういう簡易ミキサー搭載の、スピーカーですね。の中で最高傑作だと私は思っています。ぜひ機会があれば一度お試しいただけたらなと思います。この動画役に立ったなとか、ステージパス200一回試してみたいなと思っていただいた方は、グッドボタン、それからですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。